改めまして今田組組長今田のぞみです。はい、若頭の後藤ひなのです。はい、今日はこの2人でテニスランジ明北にやってきました。ということで今日はねちょっと2人寂しくやっていこうと思うんですが、てかずっと思ってたんだけどさ、今田組ってさ、出さない、カッチンカッチン、いやいやいや、今田だって弱っちやん。やんのか、やんのか、こいつが今田の悪口言いました。今田組ってダサくないですか。ダサいです。あ、そこはちゃんと ね、勝負で ね、決着つけたいというところでね、
ダサいダサい言っときながら、お前が一番だぜよ。かなり危なかったけどね。危なかったね。いや、本当にお二人とも上手になってたので。いやいやいや、でもなんとか今田組組長としての威厳が保たれて、はい、本当に良かったですけど、まあ、しばらくは若頭としておとなしくしときますよ。まあでもこれだけでおとがめなしっていうのは、まあ、やっぱり他の組にも示しがつかないし、なんでここでやっぱりデラナビ名物罰ゲームトランプいっちゃってください。これよし。あ、いいリアクションがあるよ。でん、動物のモノマネ。あ、ゴリラ。なんで私モノマネやったことないよ。あなたがいないと寂しくて死んじゃうよ、ぴょんぴょん。すまんねはい、というわけでちょっとね、今日はテニマスク1号と2号からの総評をいただきたいと思います。お願いします。どうでした、成長しました。あれ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 一応アストロークはね、まあ、結構変えるようになってきてる ね、だいぶ変えるよ。ただサーブがおかしくなっちゃった、ね、サーブがね、おかしくなっちゃった。なんであんなサーブ入らない人もやだよ、ね、本当に次こそ。そうだよ、3ゲーム目なんて私のサーブだけみたいなもんだね次は絶対に後藤組にしてやるから。やだやだやだ、本当にやでもだいぶなんか純粋に楽しくなってきました。こんだけ返せるようになって、ね、今日はもう本当に大接戦、楽しかった。次はもうちょっとね、1号2号に目をかけないぐらいのやつが、ね、1号がかなり走りました。かなり走りました最初に腰痛いって言ってたのに、今日で引退3号に変わりました。たまに1年に1点ぐらい出るっていう感じ。腰が調子時だけみたいなというわけで、ここまでの相手は今田組組長今田のぞみと、若頭継続の後藤ひなのと、テニマスク1号と2号でしたまったねー。